の合作のアニメ撮ってたのを今見ています。ちょっと巻き戻し、ポンちゃんにはこのブラシがいいみたいなんだな。ああポンちゃん、ポンちゃん、お日様を浴びて毛づくろいして天国だねポンちゃん。あのピンクのブラシだと移動してっちゃうんだけど、意外にこれがいいみたいだな。はいはい。はいはい、どう。はい、じゃあ。あんまり取れなかった。このくらい取れました。そしてジャン君にもこれで、はい、じゃあこっちつけますよ。はい、どジャン君はこれ一択ね。匂い嗅ぎに来たよ、ポンちゃんの。ああポンちゃん、じゃあこっちでもやってみる。ポンちゃんいっぱい取れたね。ポンちゃん、はい、今日はここでこれやってみます。バラバラや。さ、はい、これをここ沿わせるようにボイラータンク内の穴に水が入らないように。大丈夫だって。そしたらボイラーキャップを閉め、吸入アタッチ、これに水入れるんだよね。それをパチンとやって、はい、そしたらその後にそれにお水を入れます。でここまでって書いてあるところまで入れてください。で、はい、喉以外が鼻むずむず、衣類や顔が濡れる可能性がありますので、タオルを準備してください。喉以外がタオル持ってきます。電源を切りにして本体をキュッと持ってください。あ、なんか言ってきた、なんか言い出した。通気口を塞がない、吸引マスクを外して使わない、結構水ピシャピシャ出てるんだね、うん、やめるとこっから水がいっぱい出ちゃう。あ、でも湯気だから大丈夫かな。頑張ってやった方がいいんじゃないの。
はあ、こっちに水がいってるからね、うん、それをね、とりあえず10分ぐらいしてから捨てるらしい。プラグを抜いてか、うん、プラグ抜いて、はい、終了です。はっはっはっ、水、今喉の噴霧器なんだっけ、なんとか湿度、うん、加湿器みたいなやつをやってみました。さあ喉の調子はどうでしょう。急にそれです。さあ毎日やるものなの、それとも大事な時にやるものなの。ああはあはあはあ、風も光も、歌いすぎてはいけないね。中の白いあぜ道で、ほこりっぽい風が立ち止まる。どうでしょうか。これで少しずつ治っていくのか、それとも何かに行くときとかちょっとわかりませんが、やってみます。いただいてしまってありがとうございます。物は今ここで休んでおります。ジャン君が妙にテレビに興味を持っています。ベルギーその他何カ国かの合作のアニメ撮ってたのを今見ています。ちょっと巻き戻してみようか、うん、さあジャン君、ポンちゃん、いよいよ寝る時間です。ジェン君、眠くない？ポンちゃん、ポンちゃんは眠いね、ずっと寝てるね。さあそれではおやすみなさい。